ニヤベホビーのニヤベです。今日はですね、この話しようと思うんですけど、アルペジオの E401、 これにエッジングパーツついてるんですよ。エッジングパーツあんまり触ったことないんですけど、これめちゃめちゃつけにくくて、これめちゃめちゃちっちゃいんですよね、これ。まあ、もともとエッジングパーツっていうのは、そのプラスチックのパーツでは再現しきれないぐらい薄くて細かいパーツを作るためのパーツなんで、それはそうなんですけど、例えばですね、こことか一番ちっちゃいパーツとかやばいんですよ。デロクソちっちゃいんですけど、これが4ミリぐらいか。でもなくしちゃったんですよそう、なくすってのがね、なくすんすよ、これ。まずなくす、ちっちゃすぎてなくすっていう。で、ここね、この甘味のなんかあるんですよ、これ。何かわかんないですけど、なんかあれなんでしょうね、なんか物を押すんですかね。このパーツ、確かにエッジングパーツの方が綺麗は綺麗なんですけど、こう見れ、こうやって見ればわかるんですけど、接着剤の跡が目立つんですよね。これ目立たんようにつける方法ってあんのみたいな。あらかじめ穴が開いてるわけじゃないし、穴開けるにしても、あんまりでかい穴だと逆にね、汚くなっちゃうし、逆にディティールダウンしちゃうね、これ。ディティールアップに使おうとして。これか、この見えないな、ロープを止めとく部品なんですけど、これか、しゃ、これとかもなくすっていう、全部で4つつけるとこあるんですけど、ここで。でもなくすっていう、つけたはいいけどもうなくす、ポーンって外れて、いつの間にか外れててなくなってるみたいな。あとこれ手すりのエッジングパーツも貼っては見たけどもう無理みたいな。こことここは頑張って貼ってってみたけど、で、ここまで貼ってみて、もうしんどいなぁ、みたいな。接着剤をちょん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 ってつけて、硬化促進剤の上から、ピタッてはめるんけんだけど、いつまでかポーンって外れてるみたいな。何これって思う。で、一番ムカつくのが、ここのパーツなんだけど、なんかついてんじゃん。ついてんだけど、これね、実はもともとからね、こんな感じ、わかる？こんな感じの六角形のさ、ディテールが入ってんだよ、最初から。パーツに。これ入ってんから別にいいじゃん、みたいな。なんでこんなとこ貼る必要あんの？みたいな。でさ、これ、箱のイラスト見るとさ、別に、凹凸になってるわけじゃないじゃん、これ。だから別に、エッチングパーツでさ、ボコってつけなくても、最初から掘られてるモールで十分なわけじゃんね、別に。むしろこっちの方が正解だし、再現いいよね。
こんなエッチングパーツさ、わざわざ貼ったらさ、こうずれるじゃんね。ずれるし、微妙にこれ六角形じゃねえしさ。横から見ると、ちょっとこれ接着剤のさ厚みが出てさ、斜めになってたりするんだよ。ねえ。何これみたいな。いらねえじゃんとか思うじゃん。で、あと、ここなんだけど、ほらもう見て。もう接着剤がさ、漏れてさ、この窓なんかわかんないけどさ、窓のディティールが、接着剤が漏れてきて溶けてさ、もうぐちょぐちょになってんだよ。あー終わったー、みたいなさ。え、何これ払んでもよくねみたいな。なんでこれついてんのと思ってさ。で、これついてんだって、この、エッチングを、あれ見本だよー、みたいな。こんな感じに貼ってねー、みたいな。でもさ、これよく見るとさ、違くないこれ、船体のパーツ。色も違うし、もう色も違うぐらいまだいいんだけどさ、だってこれもともとさ、ほら、なんか違くないこれ。パーツの、リキールの入り方がさ、っていうのと、あとこの、このさ、ここにもエッチングパーツ貼ってねって書いてある。で、このパーツさ、なんか怪しいなと思ったらやっぱ違うんだって。これ見るとさ、入ってんじゃん、もうディティール。もうこっち入ってねえじゃん。え、何これわざわざ削ってんのみたいな。削ってまで貼りたいエッチングパーツみたいな。いや、そんなわけないだろとか思うんだけどね。どこかもそうだけどさ。なんでこれいるみたいな。最初からこのディティール入ってんじゃんみたいな。いや、こっちの方が綺麗じゃないとか思うんだけどさ。なんでいるみたいなさ。なんなんだろう。よく見ると、まあ、この六角形のパーツとかも見えないけど、このカメラ越しだと。まあ、ついてるはついてるから、貼ってほしいは貼ってほしいんだろうけどね。まあ、ここの、説明書の裏もちゃんとアルビージョンって書いてあるから、もともと、なんかフルハルの E401 のやつをそのまま持ってきたってわけでもなさそうだ、なさそうなんだけど、なんか違うくねこれとか思うんだよね。そう。で、もうこんな状態じゃ、もう進められないから、おしゃかポンだよ。おしゃかポン。よく買ってきたんすよ、これ。全く同じキット買ってくると、ちょっと高くついちゃうから。あと、ここね、ここ。この、環境のパーツなんですけど、ここ、これもなんかうまくはめられなくて、浮いちゃってんすよね、これ。浮いちゃってる。こっちはちゃんとはまってんのに、こっちはもう浮いてるっていうね。ぐっちゃぐっちゃ。ぐちゃぐちゃ。なんでみたいな。なんか、霧島の時は、そこそこうまくいったけど、めちゃめちゃむずいっていうね。で、この環境だけは、この普通の E401 あんじゃん。同じやつ使ってるから、パーツ。この中に入ってるから、まだ開けてないけど、これをそのままポン付けすればいいからいいんだけど、この船体の横のパーツはなんか違うんだよね。大体は一緒なんだけど、この六角形のパーツが付いてないっていうのと、やっぱこの細かいディティールが付いてないんだよね、やっぱり。だから、エッチングパーツ貼れよってなるんだろうけど。いや、もう貼りたくないしってなるじゃん。で、これウォーターラインだからさ、途中で切れてんじゃんね。いや、フルハルでしょ、みたいな。さすがにこいつはフルハルだと思うやん。この超かっこいいディカールはさ。
このお腹の部分にしかさ、貼るとこないわけよ。この潜水艦だと。コミックスのアルペジオだと、こういうバイナルパターンじゃなくて、ダズル迷彩が書かれてたりしちゃうから、でダズル迷彩書いてこれで我慢すればってことなんだけど、いやもう、もうやりたいじゃん。せっかくあるし。なんで、同じキットもう一個買ってくるんじゃなくし、これも買っちゃったんで、あのパーツ注文しました。800円らしいです。今、青島にパーツ注文をして、まあ、請求書が届くらしいんだけど、送料込みで800円って書いてあったけど、多分、増税してるから、少し高いのかな。今ちょっと増税してます。うん。そんな感じです。なんで、ちょっとこの E401 っすね。もし、作る人いたら、このエッチングパーツはマジ気をつけてください。もうこんなん難しすぎるんでなくていいくらい。ちょっとこれはもうめちゃめちゃ言いたかったんで、一本動画にしてみました。ということで、また見てください。バイバーイ。